17日、新居浜市栄町にある赤金ミュージアム内の私有カフェで、ペーパードリップによる極上コーヒーの入れ方を学ぶコーヒー教室が開かれました。このコーヒー教室では、新居浜市区町にある豆屋焙煎堂のオーナーで、コーヒーインストラクター2級の資格を持つ矢野拓郎さんが、美味しいコーヒーの入れ方を指導しました。美味しいコーヒーの条件は、素材、焙煎、抽出の3つです。今回使用する豆は、ブラジル、モンテアレグレ農園のもので、滑らかな舌触りと甘みが特徴です。まず矢野さんがコーヒーを美味しく入れるためのコツを説明し、実際にコーヒーを入れ、参加者に振る舞いました。コーヒーの抽出に適したお湯の温度は85度。85度で抽出すると、美味しい成分と香りの成分が溶けて抽出されるそうです。何回かにお湯を分けて切って入れていくという感じです。お湯を注ぐ回数をまたお湯を注ぐときは4回に分けて粉の中心から外側に円を描くように注ぎます。このときにドリッパーの端にお湯をかけるとそのままお湯が抽出されてしまうので真ん中に注ぐのがポイントです。矢野さんの入れたコーヒーを飲んだ参加者はプロが作るコーヒーの美味しさに驚いていました。またドリッパーの種類で味も変わるそうで、陶器とプラスチックのドリッパーを使って参加者がコーヒーを入れどのような違いがあるのか飲み比べをしていました。その他にもドリッパーの抽出する穴の数や大きさでも味が違うそうで、参加者らは自分好みの味を見つけていました。コーヒーを本当に大好きなので、いろんなことが知らなかったこともたくさんあるので、またちょっと自分の腕も磨きたいと思います。今日教えていただいたことでありがとうございました。